もう1ヶ月ぐらい、あたかも平年の当地の8月みたいに降雨らしい降雨に恵まれていないんですね。例えばどこの地域でも雨が1ヶ月ほども降らなければ、ここに植わっている地植えのレモングラスと不織布ポットに植え込まれたレモングラスとでは、このような差ができるだろうと思うんですね。株自体の生命力は異なりません。10年かもっと前に家内が買った1株2株からたくさんたくさん増やして株分けして、同じ子孫株分け苗みたいなものですからね。ところが地植えのものはあれとかこれとかこれのように元気ですが、不織布ポット植えのはこれはかなり危ない状況になってきていますね。でも枯れたと思われてもおそらく来年また出てくるんですよ。地中の株の力で地上部が死んだように見えてもまた蘇る場合が多いんですね。同じ不織布ポット植えでもこちらのはもうちょっと元気ですよね。こっちの方に置かれていた場所が違っていたんです。それをここに置いたんですね。それでバナナ苗なんかでも、例えば同じような大きさの苗を北風がピューピュー入り込んでくる場所と垣根の関係でやや少ない場所と、もっと北風が塞がれる場所とでは、それぞれの苗が受ける低温ストレス、北風ストレスなどに差があるわけですよね。これなんか大きくなってきていますが、北側にある生け垣も背が高くなってきているので、ある程度は北風から守られているわけですね。ですから栽培者がどういう環境に植えたのか、播種したのかとか苗を植え付けたのかによって、その後の苗の育ち方はかなり天然バラバラになることがあるわけです。ですからなるべくなら、もしそういう土地があるなら、所有しているものでも借りているものでもですね、なるべく地植え、大地に委ねてしまう方が無難なんですね。もしポット植え、鉢植えにすると水やりができない環境であったなら、1ヶ月も干ばつが続いたらですね、だいたい枯れるか枯れそうになるかという
苦しい状況になってしまうと思います。よらば大樹のもと身を寄せるならば大きな木の下がいいという言い草がありますが、この場合の大樹というのは大きな木に限らず、安心できて力強いものに身を寄せておけばその方が無難だよということですね。バナナ苗は全くその通りじゃないかと思うんです。地植えと鉢植えではよく育ったにしても収穫量がまず違いますしね。品質は栽培上の工夫で味覚ですが、味覚は栽培上の工夫で同等かそれに近いものにすることはできると思いますが、収穫量はポット植えと地植えではまあ相当違ってきますんでね。まあそういうふうに考察するならば、自分という人間を何に依存させるべきかという答えも出てくると思いますね。この前、まあ私は知らないんですが、家内がお茶の時間にお光栄とかいう高校の野球の選手がまあドラフトでどこかに指名されて視力が2点いくらだから外野からでもバッターやキャッチャーの仕草が見えるそうだというような話をしていたんですね。それでまあ私がアフリカでも中南米でも未開族と言われる人たちの視力は4とか5ぐらいあって、天体望遠鏡いらなくても衛星が見えるそうだっていうような話をしてあげたんですね。遠く離れた山を誰かが歩いていくのを見て、私みたいに視力の弱い人間なら人の姿すら見えないでしょうけれども、そういう視力4とかもしかしたら5に近いとかいう人たちは、あれはあの村のあの人間だというふうに見えるというんですね。それからもう亡くなりましたが、インドの聖賢の一人であったエークナース・イーシュワラン先生という方のお話、書物に出ていたんですが、インドではジャングルに住んでいるまあ原始人みたいな方たちですね、文明社会人じゃない人たちはジャングルの中でまあ都会の人にですね、待て待て、ちょっと止まれ、あと10分ぐらいしたら象の一団がやってくるからという話をしたというんですね。その都会人には何も聞こえないわけです。象が10分でどれぐらい進むのか分かりませんが、とにかく現代人なら何も聞き取ることができないような相当離れた距離の動物の足音を聞き分けることができるというんですね。ですから文明社会の中で住んでいる暮らしている現代人の感覚というのは非常に退化していて、人間としても完成されても現代文明の特に電気など
の恩恵に良くしていないで、自然の恵みの太陽の明かり、月の明かり、星明かりなどを直に見ている人たちは、驚くほど視力が優れているし、ヘッドフォンで何が何だかわからない音楽ばかし聴いている現代人たちよりもですね、自然の音、風の音、雨の音、それからもちろん静寂という音、静寂でも音なんですよ。そういうものを直に自分の耳で聞いている人たちは、驚くべき聴力を保持しているわけですね。まあ、現代文明というのは現代人にとっては便利であっても、震災なんかあると文明の力が使えなくなると非常に弱い存在になってしまいますよね。ですからできることならジョギングとかいろいろな運動とかしないで、作って食べて汗を流すという運動ですよをしながら、感覚を呼び戻す暮らしに近づくように、あるいは小さい頃からそういう生活に馴染むようにしていけば、弱くなっていく一方の感覚器官をある程度は蘇らせることができるのではないかと思うんですね。もちろんそうしてもおそらく現代文明から遠く離れたところで自然生活をしている現地人、ネイティブの人たちには遠く及ばないとは思うんですが、弱くなる一方の感覚器官とその働き、感覚作用をが弱くなるのを防ぐことはできるでしょうし、もしかするとある程度は強く蘇らせることができるかもしれないわけですね。何がいいのか何が悪いのかというのは、知識人とか文明人とかだけの一方的な判断では正しいとは言えないと思うんですね。